そう。で、あの相手がさ、エビしてきて逃げるわけじゃん、はい、うん、そういうことをしてきたら左手はあのここに置くといいと思うんだよね、はい、うん、だって、ちょっと待って、よし、こう首と、まあ、まあ、いろんな言葉の使い方あるけど、こう右手で首すくうね、で左手で脇をすくうね、でエビしていいよ、エビして足入るわ、足入れていいよ、こう足入っちゃうよね、はい、うん、じゃあそもそも左手があの腰、まあ俺は腰をすくうって表現するんだけど、腰すくっとけばエビしていいよ、足入らんだ、うん、初めからというか、うん、あこの人エビすごいうまいわと思ってたら腰すくっちゃえばいいんじゃないの、うん、もしくはあこの人絶対エビするわと思ったら腰切っちゃえばいいんじゃないの、うん、これの方が早いよ思うんだけど、うん、そもそもなんで首と脇すくってんの、うん、で次にあの、まあ、手を取るとか、ああそうだね、あまあいいや、どうしようかな、こっちが好きだからこっちがいい、はい、まあだからこうなんとなくちょっと寝てこう、あのまあなんとなく押さえ込みってさ、よし足どかしましたよ、でなんか首と脇、はい、すくって押さえましたよって言うけど、うん、でもあんまり俺はこの首と脇をすくう押さえ込みをおすすめしません、初めには、うん、だってエビしていい、足入っちゃうからね、だから、足どかしましたよ、うん、手はここだろう、あ、うん、俺は脇すくわないけどね、だってこう、うん、床についてで首すくって逃げていいとエビしていいの、これで抑え込めるからね、あ抑え込みやすいで、そのあのよいしょ、こうまあ首と腰をすくって表現するけど、まあ、この抑え込みだと、うん、そうだ、相手がエビしてきてもあんま意味ないよね、あの俺止めれるもんね、うん、まあそれはいいことだよね、でまあ悪いことといえば、あの片手で上半身、片手で下半身を止めてるから、あのなんか決めれないね、片手で締めれないし片手で関節も取れないから、だからそこはまあ短所といえば短所なんだけど、でも単に抑える場合には、あの腰すくっちゃった方が、相手このエビしか知らない人って多いから、腰すくって首すくってすくっちゃった方が俺はいいと思うのね、うん、その癖があった方がいいぐらいな感じ、うん、でもうどうしてももう僕は脇をすくうことをやめれませんって人は俺がね、うん、もうそういう人は腹からけさだったね、崩れけさみたいに腰切る癖つけた方がいいんじゃない、でこの時って結構 あんまり上に登れてない時、今こう左手がこう奥襟ぐらいしか握れなかったよ、うん、うん、この時、まあ、ちょっと軽く押してきて、うん、これあの首が決めれんね、普通のやり方のように、どっちがいいか、よっ、こう左手が俺の左手が相手の左肩ぐらい取れれば、こう肩がほっぺたの上に乗るから、あの上半身を殺せるんだけど、ちょっと遠いと、なんか押されちゃって奥襟ぐらいしか取れないいう時は、崩れ袈裟風に腰ついて、で、あの肩は、あごめん、脇を腕を返して、この手首で相手の頭を小づくっていうかな、うん、まあ向かって右に向けさせればエビしづらいよ、まあ、エビしづらいし止めやすいでしょ、はい、まあそういうふうに使い分けてると思うんだけど、はい、見たい、あされてて分かる、見たい、はい、ああどうする、やってみる、あのうん、
足、もうハマックから足どかして押さえるとき、もう腰と首すくって押さえちゃった方がいいよ。でこう、はい、膝もつかないでいいから足で床蹴ってれば、はい、なんかすごい嫌じゃない？あ、もう苦しいです。すごい、こうするとすごい苦しいからね。だからってじゃあ鉄砲で帰るかって言ったら帰んないからね、はい、そんな簡単に。この組手だと、この組手だったらめっちゃ簡単に帰るからね。でもう一個喋ったのが、もし足どかして押さえ込もうとしたけど結構肩押されて遠いと、でこうなると腰すくってもあんまり意味ない気がするんで、脇すくってポンポンじゃないけど、あので、肘と腰で腰を挟んでしまえば、したら上までいかんでもええやろ、ここでいいよな。で、奥襟さえ握っちゃえば、肩でほっぺたを止めるんじゃなくて、こう前腕で頬骨を、返しちゃえば、これまあバカみたいに開けると、あ、くぐって、まあ、こうくぐられるんで、まあこの程度、ここならくぐれるかくぐれないかぐらいだよね。こうしとけば困ろう、はい、したらそうくる、あ、この手どうかしようとして、これで、腰を上に持ってきてから左手で深く首すくい直せば、止めれるかもしれんね。やってみる。どんどん話してもいいし。あ、じゃあやってみます。あ、ありがとう。で。